南部秋琉球民謡研究所の皆さんです。じゃあ団体の紹介をさせていただきます。五基礎から移動し、現在は地下鉄本山駅すぐに教室を構えていらっしゃいます。30名ぐらいが所属し、月 2,3 回ペースで沖縄から名古屋に戻り、4、5日の滞在中に一人一人マンツーマンで稽古をしています。何かイベント出演や発表会等があると合同稽古を組んだり、時折みんなで集まり楽しくやっていますということです。とても艶やかで美しい方々ばかりですね。準備が整ったそうです。ではよろしくお願いします。秋民謡研究所の皆さんの演技です。あ、演奏です。よろしくお願いします。はい、皆さん改めまして、はいはい、こんにちは、おはようございます。私たち秋琉球民謡研究所は、現在はですね、以前はですね、皆さんね、お名前聞いていただいたことあると思いますけど、コーナーミストというね、お店をね、やっておりましたが、現在は本山に拠点を移しまして、そこでイベントを打ち込んだりですね、のね、練習をね、やっております。素敵なホールもありますのでね、また皆さんね、そちらにもぜひね、足を運びいただきたいと思います。今日はですね、ちょっと人数は少なめなんですけどね、息をつく、総勢、10名で、演奏ね、したいと思います。それでは、この季節にぴったりの曲、サーファー節。Thank you.
Thank you.
それでは最後はですね、私はもう現在はですね、名古屋も第一のふるさと、そして沖縄が第二のふるさとということで、2つのふるさとがあってね、非常にね、毎日ね、ワクワク幸せですけどね、気持ちよります。この2つのね、ふるさとへの思い、そして教室への思いを込めて、ふるさとを花舞台にお届けしたいと思います。待って、待って、私言ってただけ。ありがとうございました。